let me say the sins, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. この番組は三浦市在住の私、音楽プロデューサー、サックスプレイヤーの姉浅本千佳と映像クリエイターの妹美香、私たち姉妹がローカルラブのコンセプトでファッション、ライフスタイル、グルメ、経済などコミュニティの情報を国内のみならず世界につないで共有するといった音楽バラエティ番組です。皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんお気づきでしょうか。このね、オープニングがいつもと違いますね。オープニング曲いつも違いますよね、はい、そうなんですよ。いつもおなじみのですね、私たちのテーマソング、アルグリーンのレッツステイトゥゲダーのテーマソングをちょっと今日は変えて、はい、ティナターナーによるバージョンをお送りしたんですけど、はい、気づかれましたでしょうか。気づきました気づきました素晴らしい。いやーね、ティナターナーお亡くなりになってしまいましたよ ね、 本当になんかあの年齢元祖美魔女おいくつなられたのかなって、ね、思っていたらお亡くなりになっちゃったんですけど、やっぱりね、彼女のパワフルなパフォーマンスは世界中の人たちを魅了しましたけれども、うん、あとね、彼女の生き方がやっぱりドラマチックで、うん、ティナという映画になったんですよね、うんうんうん、見ました。見てないですね。見てないですか、うん、見てないですすごいよ、もう、うん、DV 夫に殴られ蹴られ。あ、本当。そう、彼女のね、やっぱりその生き方がね、音楽にもね、うん、反映されてるって感じなんですけど、まあその映画を見るとね、私たち女性あの勇気を与えてもらえるだけでなくてね、うん、やっぱりティナって永遠のロックンロールクイーンだったなと改めて思いました、うんうん、もう本当に残念ですよね。残念ですね。まあ、そんなわけでですね、ティナターナを追悼してですね、うん、今回ティナターナのレッツステイトゲダーをオープニングでかけさせていただきました、うん、はい、さあここでですね、彼女の曲をもう一曲聴いてください。はい、プライベートダンサー by ティナターナ。さあ聴いていただいた曲はティナターナプライベートダンサーでした。さあ今月の放送は6月、雨季に突入しましたね。突入しました。もう毎日じと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 降ってますけれども、そんな中ムカデに刺されちゃったミカちゃん。そうです私たちで、ね、三浦半島に引っ越してきて初めてムカデとかね、ゲジゲジというものを見ましたね。やっぱり山と海があるからですかね。湿気があるところにムカデ多いって言いますよね。で刺されちゃって皮膚科に行ったんですよね。もう大変ですよ、もう本当にもうこのままもう治んないのかっていうぐらい腫れて熱も持ち、ね、まあ皆さんそのムカデのね、洗礼はあの三浦半島に住む限り皆さんね、刺されてるんですけど、なんかねあれですね、雨季になるとやっぱりね、じとじとしているんで出てきてるって感じがしますけど、いやー、まあムカデには刺されるわ。そうそう、カビは生えてくるわ。いやね、まあそんなね、もう雨季の鬱陶しい時期なんですけど、今日はね雨をテーマに。
とこう明るくなるようなね雨の日にちょうどいいアクティビティについてねちょっとお話ししてこう梅雨のうっとしい梅雨をね払拭してもらいたいなということで、うん、一瞬カビと湿気とムカデを忘れるってことですね。そうです、この番組でぜひ楽しい雨季を上がってほしいなという感じなんですけど、まあ、でそのうっとしい梅雨なんですけどね、雨の日の過ごし方ってどうしてますか。まあ、いやおなしになんですけれども無茶ぶりしてみましたけれどもね、まあ家でまったりするしかないですよね、雨の日はね。やっぱりそうだよね、雨ださあ出かけるかって人はあんまりいないですよね。やっぱりね雨の日にはゆっくりとした時間が流れる感じがしますよね。まあ、そんな日はまあ、音楽を聞いたり映画を見たりするのが、まあまあ、ゴロゴロしながらね、ゴロゴロね、お家でゆっくりと、あとさ、なんか料理に挑戦するっていうのもありかなっていう感じですね。今話題の広末さんの、彼のなんか料理番組も面白いらしいですね。なんか NHK にもなんか料理番組やったり、ミシュランだけどなんか家庭でできる料理を紹介したりって言ってて、そうなんかねすごい人気の、私実は今回の件で初めて知りましたけど、でもね、やっぱり、ね、男の人とか普段料理しない人が、雨の日にねやることないから、YouTube 見ながら料理に挑戦っていうの結構多いらしいんですけど、まあそんなわけでですね、料理するのもよしなんですが、皆さんは雨の日どんな過ごし方をしてますか？特におすすめの楽曲や雨の日の過ごし方があれば、ぜひメッセージリクエストお寄せください。じゃあですね、まあ楽しいトークを雨にまつわる話をしていきたいと思いますけれども、向かって刺されたばっかりだしな、ね、じゃあちょっと雨をテーマにね、した、曲ですか、曲を1曲私は選んで、はいはい、お聴きください、はい、Here's That Rainy Day by Will Doink。聴いていただいた曲は Here's That Rainy Day Will Doink でした。この曲はですね、私大好きなジャズのスタンダードなんですけど、今回聴いていただいたこの曲はですね、R&B バージョンで、もうこの Will Doink というこうなんというか、昔いたね、ピーボブライソンとかね、やっぱりシルキーローボイスの、シンガーなんですけれども、彼の、バージョンなんですね。で、ウィル・ドーイングはね、アメリカのシンガーソングライターでプロデューサー、コンテンポラリージャズからもうソウルミュージックと幅広いジャンルをカバーしてるんですけど、途中で、サックスソロが流れてるんですけど、このサックスソロはですね、長年このウィル・ドーイングと一緒に、まあ、活動しているサックスプレイヤーの、ジェラルド・アルブライトと、また彼もやっぱりスムーズジャズでは非常にアメリカでは人気のあるサックスプレイヤーなんですけれどもね、いやこういうねちょっとこうムーディーなね、バージョンいいですよね。僕本当にこの曲はたくさんの方がカバーしてるんですけど、まあだからウェス・モンゴモリーとか、ビル・エヴァンスとか、やっぱジャズの人がね、まあ、演奏してるんですけど、こういう R&B の、カバーは私これ一番気に入っているんですけど、でこのウィル・ドーイング の声がいいんですが、こういう声のローボイスって日本はいないね。昔はフランク永井とかね、思いつかないこうなんていう低音の魅力っていうのは、みんな気高いもんね、みんな気高いですもんね男性ね今、そうやって言われてみればみたいな、本当にないね、いないのよ、本当にいない、本当に今一生懸命考えてるけど、いないの、いない、思い出そうとしてるけど、本当に日本人シンガーでは
男性シンガーでいないですね。いないですよ最近は。 R&B シンガーって言われてる人でもね、うん、やっぱりこんなに低い声の人いないでしょう、うん、いやもう日本はここちょっとこれからニッチなマーケットとして、うん昭和のね女子なんかをちょっとこう、うん、あの震わせたりね、うん、できるんじゃないかなと思うんですけど、フランク長井っていうのはちょっと長いね、皆さん知らないでしょ、うん、有楽町で会いましょう、石原裕次郎とか。そうですよあれ昭和で終わったんだね、うん、そういう低音の歌手っていうのはね。まあ聞いていただいた Here's That Rainy Dayウィルドウィングでしたんですけど、なんかあれですか、雨といえばっていうエピソードあります？ミカちゃん、雨、うん、雨といえば、ところでさ、雨の日傘を差すタイプ、まあ、比較的差さないタイプです。差さない、うん、傘持ってないでしょ。中間あんま持ってないですね。前傘持ってます？いや、ビニール傘持ってますよだからそれなんだよね、皆さんね、やっぱりビニール傘は差すけれども、こうなんでとっておきのこう、いや買ったこともありますよかつて。なんか高い傘の方がなくさないっていうから、うん、あのいわゆるブドウの木だかなんかでできた絵のすごい高いやつを勧められて買ったんですけど、もう速攻なくしましたよもう全然ビニ傘でいいみたいになっちゃってだからあの雨が降ったら、あのまあ買えばいいかコンビニでっていうことで、やっぱ傘を持ち歩かない人いるのかな日本では。それでね、日本の降水量はね、ここに資料がありますけど、世界の平均降水量である880mmの2倍近い1718mm なんだって。じゃあ結構降るってことですね。雨が降る国なんですよね。でね、こんなに雨の多い国なんですけど、だからこそなのかな、意外とね、多くの日本人は雨の日に傘を差すらしいんですよ、うん、でもね、外国人は雨が降っても傘を差さない人が多いという傾向があるんですけど、あのね、そこでね、傘を差さない理由は国によって様々なんですけど、例えば一部の国では傘を差すという行為はめめしいと考えて使用しない人もいるんですって。そんなハードコアな人もいるんだね。まあね、傘をささない代わりにレインコートを使用する外国人の話もよく聞くんですけどね。まあね、雨がね降ってなくてもそのまま着ていいレインコートってね、おしゃれなの結構ありますもんね。うん、ちょっと暑そうですけどね、この日本ではこの湿気でレインコートはちょっと本当だよね、考えただけでも毎日あのって感じですけど、ウォータープルーフの服着て歩くわけにはいかないですよ、ね、ちょっとねきついな。さあ皆さんは、レインコート派でしょうか、傘派でしょうか。さあここでもう一曲、雨にちなんだ曲を聴いていただきましょう。もうそのものズバリです。アンブレラ、リアーナフューチャリング JG。 聴いていただいた曲はアンブレラ、リアーナフューチャリング JG、うん、この曲知ってた？この曲知ってた、ね、これミュージックビデオ結構見ました。かっこいいよね、うん、リアーナ。やっぱりなんかね、あの雨をテーマにしたダンスポップ曲なんだよね、うん、これですごいやっぱりこうちょっと上がる感じ、うん、元気がよく元気が出るなって感じなんですけれども、リアーナこの時期めちゃくちゃ可愛い ね、うん、ねこの間大きなお腹でね、ローズボールのハーフタイムショーやってましたね。あ、そうだったんだ。見もう臨月ぐらいの大きさでしたよ本当に大きかった。でも圧巻のパフォーマンスで。なるほどね。そうでもこの曲すごく元気が出るね。うん、なかなか雨の曲ってしっとり系が多いけど、うん、非常にポップでいい曲です。さあですね、今日は雨をテーマにお送りしてるんですが、昨年もこのね雨季に雨をテーマにした、うん、映画を紹介したんですけれども、うん、その時ミカちゃんはあの例のブラックレイン、うん、
この雨のシーンが印象的だったっていう話をしてたんだと思うんだけど、そのブラックレインのような雨をテーマにした映画はやっぱりなんかこう雰囲気とかストーリーテリングにおいて独特な魅力を持ってますよね、うん、ここで他にもいくつかの雨をテーマにした映画をちょっと今日は紹介したいなと思います、うんうん、で、4つほど選んでみました、うん、まずは、ショーシャンクの空に、あ、1994年、そういえばありましたね。そう、この映画はですね、スティーブン・キングの短編小説を、元にした感動的なドラマでしたね。雨が降りしきる刑務所での物語が展開され、この映画の中の雨は自由や再生の象徴として描かれているらしいんですね。まあ、本当に感動的な映画でしたね。で、次の映画は新レッドライン。新レッドラインってちょっと今パッと思いつかないんだけど、戦争映画。いや、もう全然覚えてない。覚えてない。うん、いや、これ大好きなの私。うん、もう本当に大好きな映画なんですけど、第二次世界大戦を舞台にした戦争映画。雨のシーンが本当に印象的なの。ちょっとなんか抜かってたな、ちょっと思い出せない。結構このシーンがもう本当に長いの。うーん、雨の戦闘シーンってことですか。そう、で、雨は戦闘の、緊迫感や人々の苦悩を表現する重要な要素として使用されています。で、この映画は1998年でしたね。見てください、ぜひ、はい。次、3番目、ランローラーラン。懐かしい。懐かしいよね。流行りましたよね。おかげの女の子が走る映画でしたっけ。そうです、もう走ってますね。走ってますね、はい。で、これは1998年の映画で、ドイツ映画ですね。で、主人公が時間と運命に翻弄される姿を描いています。で、雨の中で繰り広げられる彼女の大胆な行動は物語にスリリンな要素を加えています。さあ、これどんな大胆な行動か。いや、もう全然覚えてない。本当に覚えてない。ランローラランはものすごく見たし、このランローラランの走る疾走シーンをどれだけ CM の企画でパクったかわからないぐらい見てるのに。なんか、どこに雨が降ったかも。じゃあ全然さ、その印象的じゃない雨のシーン。いや、走ってるシーンは覚えてるけど、雨どんな風だったか覚えてないよ。あ、やっぱり CM でも、これもうランローラランばっかり、もう本当にもう企画に上がってました。企画に上がってましたよ。走るっていうだけ。うん、雨はあんまり。ランローラランはね、ランローラランとユージュアルサスペクツと、懐かしいですね、ユージュアルサスペクツ。あのトレインスポッティングは、はいはいはい、鉄板の CM の、あの元ネタですよ、その当時の。多分98年ぐらいの。いや、まあね、じゃあぜひ、まだ DVD とかね、配信もあると思います。皆さんぜひ、90年代後期のですね、もう大ヒット映画です、ランローララン。で、その映画を見ていただいてね、雨がどのように使われ、雨のシーンが使われているか、ね、もう一回確認しましょう。はい、確認してください。で、この次なる4番ですね、ブレードランナー。これはもう覚えてますよ。覚えてます。もうなんだこの、どこの世界、これ世紀末みたいな、そんな感じで、もう本当に雨が絶え間なく降りしきる未来の世界を舞台にした SF 映画なんですけど、まあね、ちょっとこの雨はね、作品全体の雰囲気を構築し、ノワールな要素や人工的な未来を演出してるらしいんですけど、そんな感じありましたよね。なんかでもじっとりしてんだよね、その雨が。本当にすごく効果的に使われてたなと思います。ところで、ブレードランナーの新しいバージョンというか、見てないんですよ。私も見てないんですよ。いや、見ようと思ったら見なくていいっていう人が多くて、私の周りでもそういう意見がほとんどで、でもいつかは見ますよ、ね。でも、このブレードランナー、1982年のこのブレードランナーもディレクターズカットとなるものを出てますよね。うんうん、それは見ましたよ。映画館でも見ました。映画館で見ました、うん。やっぱりどうでした？すごい。いや、素晴らしかったですよ。何度見てもって感じですかね。うん、
いやまあこれら、もう一度言いますね。ショーシャンクの空に、うん、シンレッドライン、うん、ランローララン、うん、ブレードランナー、4つの映画を。でもまあここ最近だとやっぱりパラサイトもぜひ入れてほしかったパラサイトの雨はね尋常じゃない雨ですからねもう勘弁してよっていうぐらいね、まあ、この雨勘弁してっていう感じよく出てましたねもう半地下に暮らしてんだからみたいな。聞いていただいた曲は CCR Have You Ever Seen the Rain。 いい曲ですね。いい曲です。名曲だよね本当に。これこそ結構CM でいっぱい使われてましたよね。もう放題は雨を見たかい、ねね、これ多分なんか反戦歌とか、 なんか雨ってなんかきっと意味があるんじゃないの。そうなんですよ。今ちょっと私も調べましたところですね、うん、この CCR の Have You Ever Seen the Rain ね、うん、大ヒットしたんですけど、うん、ちょうど、時はねベトナム戦争中で、これ雨レインって言ってんだけど、これナパーム弾、あーそう、空からナパーム弾が降ってくるっていう結構ディープな意味で、なんかメッセージ性がありそうなのね。そうなんですよ。やっぱり曲ですもん ね全然知らずに歌ってたかもしれないです。そうあとねまたねもう一つ意味があって、うん、中心メンバーだったジョン・フォガティが、うん、やはりメンバーだった弟トムの突然の脱退宣言をいきなり降ってきた雨に例えたって説もある。あ、いろんな思いが詰まった歌なんですね、うん、そうなんですよ。でもやっぱりなんか何かをこう象徴する、うん、雨って言いながら、うん、あの比喩してるっていう、うん、映画もそうですけどね、うん、で、 いやでもね時はやっぱりね1970年代なんで、うん、ベトナム戦争真っ只中でしょ、うん、今ちょっとねこう調べましたところね、うん、この曲が流行った時にやっぱり日本も沖縄返還だよね、協定に調印しているし、あとねその当時の、ヒット曲、うん、アメリカではジョン・レノン、イマジン。あ、やっぱりそういう時代なんですね。マービン・ゲイ、What's Going On、 うん、ジャニス・ジョプリン、ミー&ボビー・マッキー、スリー・ドッグ・ナイトのジョイ・トゥ・ザ・ワールド、そしてローリング・ストーンズのブラウン・シュガー。でもなんかちょっと悲しいけどそういう時に名曲って生まれるのかな。そうなんですよ。いいこと言うねミカちゃ ん、 そうだから今ね、まあ、結構いろいろあったじゃないパンデミックとか、まあ名曲が生まれるかもね、生まれるかもしれませんね。まあ今日はね雨を中心にお送りしてんですけど、そっか、そんな深い意味があったんですね。そう、うん、いい曲でしたね。いい曲でしたね。いや実はね雨といえばね、私もちょっとエピソードがあって、うん、あのつい最近までほら南国に住んでたじゃない。南国にね、南国に住んでらっしゃいましたもんね。で私ねあの南国に住んでた時にいわゆる南国の雨、うん、もう額面通りね、文字通り、うん、バケツをひっくり返したような雨っていうのは初めて経験した時の、うん、あの恐ろしさ、うん、もうあと雷すごいよね、あの音、うん、断末魔の雄たけびのような、やっぱりすごいなと思いました、うん、本当にやっぱりジャングルだなって感じしましたよね。なんかあんな雷の音聞いたことないし、うん、でもそれに近いようなことが今日本でちょっと起きてる感じがするよね。そう、いやだけどねちょっと本当恐怖を感じましたね、うん、最初にあの、まあうん、そのうちにもう本当慣れちゃって、うん、あとねやっぱり日本のようにこう1ヶ月か2ヶ月ぐらいね、うん、雨季みたいなのあるんですけど、うん、こうしとしと降ってる感じじゃなくって、うん、もう夕方ぐらい蒸し暑いなと思うと、うん、夕立ですよね、うん、日本で言うとずわーっと降って、うん、そして上がる、うん、で街中のその汚いものを全部流してるってぐらいの大雨 で、まあ、洪水も引き起こすんですけれども、
まあね、膝下までこうなんかびしょびしょになりながら家に帰ったりとか、まあ海もうなんかねそういうあるんですけど、雨上がりがねやっぱり綺麗なんですよね。本当にでもやっぱり洪水の被害やっぱりあっちこっち日本出 てるからね。そうなんですよ。今年はスーパーエルニーニョ現象でまたますますちょっと予断を許さないですよね。そうなんですよね。本当皆さん本当ちょっと、あの 身の危険を感じるような大雨は前もって ね、あの避難してほしい。まあ、それもしそうでなければね、やっぱりこう雨の日は、今日ご紹介した映画とか、音楽を聴いてね過ごしていただきたいなと思います、今月もお呼びしましょう、株が趣味という投資が趣味という CM プロデューサー菊池誠さん from 大磯。菊池誠さん、菊池誠さん、レッツ投資、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや毎日鬱陶しいですね、雨ばっかりで。すごいね、日本株上がっちゃって大丈夫だね青天井ね、だってバブル崩壊後最高値みたいなね。そう、なんかバブルの頃のは、まあ、一応青春になったんで、青春というかまあ思い出して懐かしいなって、ね、だけどそんな風に浮かれてる感じはないよね、世の中は。そうそうそう、あの頃はみんななんか浮き足立ってたけど、そう、誰も浮き足立ってないよね。そう、バブル後最高値とか言われてもね、世の中のその景気の良さを感じないですよね。感じないよね。ね、値上がりしちゃって、いろんなものが値上がりしちゃ、卵もなくなっちゃったりするからさ。本当だ。卵やばい、本当に。金利が上がってもさ、実質は下がってるっていうね、生活レベルっていうかさ。だから大変だよね。なんかあの経済アナリストでしたっけ、評論家のさ、森本、あ、いますね。なんとかさんって言うじゃないですか。森本さん、森永さんじゃない。森永さん。森永さん。せがれの方。あ、せがれ最近出ますよね。あの最近出てるのはせがれの方だろうね。あの 森永さんのお父さんの方の、あのお父さんね、方の新しいなんかあの新著があって、まだ読んでないんですけど、財務省のコテンパに言ってるやつでしょ。財務心理教って面白い。いや結構あのこれ私も買いたいなと思って、そこでね、やっぱりお菊池さんと同じようにね、こんなものは賃金下がってるって言って、いかに財務省がね、なんかダメ で財務省トップにあの日本人の3分の2があのもうそれをこうやってなんか崇めるように宗教だって、これは財務心理教だって思うんですよね。あの人だからそういうなんか財務省バッシングみたいなの本書いてるでしょ、それだから。それ以来全然テレビ局かお呼びがないんだって。あ、そうかもしれない。最近見ないね。でね、下手したらね、俺は1週間後に逮捕されるかもしれませんのでって言ってで、いつもだったら新刊出たらいろんなところでね、新聞とか載せていただけるのに、あの、ね、宣伝全然どこも載せてない。財務省敵に回しちゃダメですよね、本当に。あ、今敵に回して問題ないのはジャニーズね。もう昔はほら、うっかりさ、あの J とか言うと危なかったよ。お二人はさ、やっぱりその本当にね、もうお仕事でね、クライアントと、そして、まあタレント事務所という関係でね、いろいろ本当に現役でやってった頃、もうこんな日が来るとは思わなかったでしょ。本当に本当に。いや、だからやっぱりここら辺の話の方が視聴者というか興味あるんじゃない。そうなんですね、実際経験されると。4周年で J 特集っていやまあそれもそうなんですけどね。まあいや、そう、あのちょっと話無理やり戻しますけど、なんか、あの金利アメリカね
あの、はいはい、ちょっと据え置きになったっていうことでね、でもあと2回上げるって話ですよね。そう、あと2回で 0.25 ずつで 0.5 上げるっていうアナウンスが出て、まあできるかなそんなね。だからマーケットはあの今回の据え置きはもう全然売り込んでたから、それよりも、あ、そうなんですか、うん、このあと2回やるんだ、本当にやるつもりなんだ、なんかパウエルさんのそのやるっていう温度感が強い感じだったから、あれですか、やっぱりあの銀行がちょっと倒産したりとか、あの、いや、だからやっぱりあれの影響もあるんですかね。で見るとこの今回の据え置きはあの時のなんていうの、あのなんだら銀行のさ破綻はさ、やっぱりある種のちょっとした引き金っていうかにはなってるよね。連鎖破綻、倒産だったりが起きなかったのは良かったんだけど、やっぱり金利急に上げると、あの、あまり悪いことも起きるなっていうさ、うん、ちょっとでもボディーブロー効いてる感じですかね。そう、あれがだからなければあのこういう据え置きみたいなことにならずにずっと11回12回13回続けてあげちゃうみたいな、うん、ね、やっぱりちょっとあるみたいですね。ちょっとジャブ食らっちゃったみたいな感じですよね。そうそう、あれは結果的にはマーケットに我々にとって良かったと、まあ良かった倒産って言い方失礼だけど関係者にね、だけど、うん、そういうことなんじゃないの。でちょっとこの前お話ししてたあの日本株全然上がんないって言ったやつはちょっとやっぱり上がって、まあはっきり言って日本製鉄なんですけど、はいはい、一瞬コストをちょっと超えたもののまたちょっとへこみましてグズグズして、うん、だけどねグズグズしてるだって高橋入れてても、う何回もここで言ってるけど、ビヨンドミートね、うん、それから EV のニオそれからあれなんつったっけな、アマゾンが大株主やってるリビアのコット、まあね、ココイダはね買った時もねもう10分の1ぐらいなんですってね。本当ですか、うん、だからもうあとはもうただやっぱり最近あのこの間フェイスブックご覧、朝の時はご覧いただいてたと思うんですけど、うん、10年前の株の様子とかが上がってくるじゃないですか、うん、はいはい、過去の方向みたいな、はい、あれ見るとまあ10年前って株より安いわな、うん、だから長く持ってれば、うん、だから踊り続ければ必ず雨が降る理由は、うん、キープダンシングですよね。当たってはいるよね、当たっては鉄板です、うん、だから問題はあの雨が降るまで踊り続けるできるか途中で力尽きずになんとか雨が降るまで雨乞いをやめずに続けられるか。そこなんですよ、上がってんのは確かだけど、パー入っちゃってさもうパターンなんて倒れちゃったしってさ、ほんとほんと、ね、もうね、そこがちょっとね、まあ、でも、まあ、でもね、とにかくあの自分の1になった僕の、リビアンもニオンもあるいはビヨンドミートどうなった皆さんご期待いただいてですねもうここで皆さんにカミングアウトしてますからね、銘柄を皆さん注視していただければねえ、ねね、だからまあだけど長く持ってばまずはあのなんとかなるっていう、でだから長く持つつもりで今日下がってるから買って上がったら下振ろうなんていうことやっても絶対うまくいくわけじゃないんで、そうね、あのやっぱだからさ直近で言うとさ AIいや、いいじゃんよ、うん、なんか、うん、知らんけど、うん、ねえ、いい、チャット、なんとか、GPT、いいじゃん、だから、うん、いいそういう関係買おうとかって虎視眈々とさ、さあ皆さん買うときはどうしたらいいか、前僕が何て言ったか覚えてらっしゃるかどうか、うん、要はあのファンドでね、うん、AI 関連ファンド、うん、あの村証券なら野村証券にしましょう、うん、信用できる野村証券、野村証券が出している AI 関連のこうブランド銘柄を集めたファンドの、うん、はいはい、上位銘柄を見てみましょうってなると、やっぱマイクロソフトとか入ってきちゃうんだよね。結局あれだけ巨大だからさ、ちょもっとなんとか GBI GPT なんか知らんけどさ、うんうん、あのいい会社がポッと出てくるとマイクロソフト金持ってるから買っちゃったりするわけだよな。そうだそうだ。だからやっぱり今の世の中はマイクロソフトとアップルを少なくともその情報通信っていうところにいる限り、うん、ある限りはそこを中心に世の中回ってるわけだ、うん、それは間違いなくて、間違いないですね。今まで10年もそうだったし、これから10年もまず間違いなくそうだろう、うん、そしたら
距離が増したりのマグロと買えばいいんだよ、うん、今日が本当だ、明日が高く、そうだもう、ね、10年後にはそのと買った時よりも間違いなく高くなるんだ、うん、そうだからあれですよね、あのもうキープダンシングっていうか、まあちょっとした金額で買えますもんね、マイケルソフトね。そうそう、でもそれを持ち続けるっていう感じで、来年63歳なので、はいはい、来月、はい、そうすると去年73歳ですよね、うん、はい、そうなんか小銭があって果たして楽しいのかと、やっぱ63歳の時の10万円の方が、仮に73に20万になったとしても、もう63の10万円のは価値あると思う。もう全くその通り、ま、もうアイアグリーですよ。れじゃんと、そう。もう今もう今欲しいな。今欲しい。今欲しいよ。うん、73歳の時までキープダンシングしてこれかみたいな、ね、これかみたいな、そう、10万が20万になっただけか。今欲しいね。あくまでもキープダンシングは30代40代の人に。捧げる言葉で60代は今使えみたいな、今使え、ね、本当におっしゃる通り、あのウォーレン・バフェット様でもね、もう長く持つんだって言ってるけどさ、あんたさ、あんたいくつだよって、本当だよって、まあ、持ってりゃ上がるの分かるけどさって、俺ねその点だからね、来月また今度はあの年金事務所に行くつもりなんですけど、あのほら俺65歳から年金100%あるわけですよ、だけど来月63じゃないですか、うん、前倒し2年前倒しでもらうとなんか割引されちゃうんだよ、うんうん、で割引されちゃうんだけど、割引された金額だからさ、割引された金額でずっともらうじゃん、うん、で65から 100% もらうじゃん、うん、であのいつ追いつかれるか、その65歳からもらったね、100% すぐ抜かれちゃったら嫌じゃん、なんと10年はそこらは平気なんだよ、あ、そうなんだ。だから79とかそなんかさ計算すると、うん、相当な年まで追いつかれないんですよ。うん、で今は本当は得点ですね。得ですね。僕の関数によると、うん、間違えてるといけないんですけどね。でも間違えてない。でも大体私の周りの人みんな前倒しでもらってますよ。もらえるんだ、絶対前倒しで。だってね、どのくらい生きるかわかんないしね。わかんないんだから。ね、それで。なんかあのキープダンシングもしないで60過ぎから目先で金使って、うん、75ぐらいになったら金ねえじゃんと、うん、あのキープダンシングしとけばよかったの、おまけに年金も前出してもらっちゃったから、うん、上場だと、うん、その時は助けてくれと、うんうん、こんなじいさんお前ほっとくつもりだと、うん、俺もこの年になって何にもないし、ね、働けたってなかなか仕事もないし、うん、国が面倒見ろと、まあね、そういう話ですよね、うん、どうも、うん、今日は、はい、あのもうちょっとしみじみした話になりましたけれどもあのこれはすごく大事なことですからね、大事なこと、大事なこと、うん、ね、でもまあキープダンシングということで若い人は特に、はい、よろしくお願いします、はい、またすごいもうカットアウト、だってこれ以上これ以下でもないですよね、木口さん、ないですよ、本当に今日確信ついちゃったもん、そう、はい、はい、今月もありがとうございました、また来月もよろしくお願いします、どうもです、バイバイ、バイバイ。Let's stay together。皆さんいかがでしたでしょうか。今月は雨をテーマにお送りしました。あっという間の1時間でしたよね。本当に。もうね、来月はこの番組オンエアしてる頃には梅雨は明けてるかな、明けてほしいですね、海の日近いですからね、夏本番って感じですかね、本当に三浦半島の一番いい季節がやってきますね、本当です、もうこれから私もね、あの海に毎日毎朝行っちゃおうかなみたいな海には行くわ、ゴルフには行くわ、お姉さまもお忙しいで、忙しいの夏は、ね、日焼けはちょっとお気をつけ、遊ばせ、もう少ししたら夏、はい、本番ね、本当に楽しみですね、はい、カモンサマーという感じで、そうそう、それまでちょっともう少し我慢しましょう、我慢しましょう、はい、では皆さん良い週末を、はい、Let's stay together でした、バイバイ、バイバイ。
番組を聞きの皆様から私たちへの質問やリクエスト、応援のメッセージなどをお待ちしています。 FM ブルー湘南のホームページからメッセージフォームで送ってください。ツイッターの場合はハッシュタグレディオ横須賀をつけて投稿してください。皆様からのお便りをお待ちしています。 Loving you